僕はわざと手を抜いていただけだから。この屋敷も変ね。不可能任務といえば一流のスパイでも死亡率9割を超える超難度ミッション。私たちだって養成学校で頑張ってきたじゃないですか。親睦を深めたな。では今日から訓練を。その前にいくつか質問いい？語れるのはそれだけだ。全然説明になってません、この機構難しすぎません？最低15分以上は。これが一流のスパイの実力。1ヶ月間不可能任務を達成できる水準にまでピッキングツールをいい具合に使う。以上だ。見ての通りツールをいい具合に使えば鍵は開く。まさか理解できないのか。この先の訓練は交渉、美しく語れ編と初めて自覚したよ。僕は授業が下手らしい。あとは自習だ。俺様、このままだと全滅だと思います。異議なし。自分たちは捨て駒っすよ。あの先生はこの7人を生かしておくつもりなんてないんです。けどこんな世界を変えたくて私はスパイを。コードネーム花園、先狂う時間です。僕は見ての通りだ。新たな教育方法の模索中だ。困ったことだ。先生だったら一緒に観光でもしませんか？そうだな、お前の言う通りだ。すみません、後半つい本音が。てっきり他のメンバーもいるかと思ったが。